ちら約1メーターですね。掘り残しの部分があると思うんですけど、ベルトって言って我々が歩いてきたのがですね、ずっとこの1番、2番、3番という形でこう車後の、西からずっとこう土塁の上を、歩いていく、全くこちらは未知な部分だったんですけど、こちらの2箇所から最終期の姿ではなく、もっと小田城の古い時代の、時期に作られていた、使われていた掘り跡というのがそれぞれ確認されています。こちらが、かなり古い時期の、掘り跡であろうということが今回あの出土遺物などからでも分かっております。丸6番のところになります。こういった形でこの高まりができているんですね。でこちらがこう落ちていくと、この落っこちていく部分が、昔の掘り跡ということが分かっております。こちらなんかピンポール刺しても全然刺さらないんですけども、こちら側見てみますと、こんな風に刺さってんじゃん。東西方向ですね、今度は。こちらはこの東西方向にこの車を分けるような形でこう掘り跡が入っていたということが、今回の調査で明らかになっています。丸5番の方が、時代としては室町時代ではないかと。でこちらの、東西方向の掘りに関しましては戦国時代の、初めの頃じゃないかという形で、今出土遺物など分析を進めているところです。古いもので1400年も1400年前後ですね。一番古い掘り跡で見つかっているのは、こういった、瓦家という形になるんですけども、こういったテープの作り方とかですね、こう立ち上がり方とかでいろいろ時代が分かってきまして、こちらのものが古いもの。小田城跡というのはですね、非常にこう、中世のように、何度も何度も戦闘の舞台に、立たされておりまして、そういった小田城跡が、そういった状況ですとか、その時々の時代に合わせて、その都度姿をこう変貌させていったというのが、今回の調査成果で少しでも皆様に伝わればと思いますので、そういったことを、踏まえながら中世の小田城の姿を想像していただければなと思います。丸6番のところになります。でこちらもですね、やはり小田城の最後の姿